3年前、大きな期待と夢を持って入学した少女たちも18歳になり、今日卒業式を迎えます。その目を見れば強くなるよ。今年全国の頂点に立った未来のなでしこたちも新たな舞台へと旅立ちます。嬉しいようなちょっと寂しいような感じです。いい仲間と巡り合えたことと、いい指導者の下でサッカーができたことということです。3年間いつもそばには仲間たちがいてくれました。純真のエースとしてチームを引っ張った小野さんは、卒業後日本体育大学へ進学します。ここに入ってきた時に掲げた目標と同じで、日本一になることと世界一になることを大学でも持続してやっていけるようにしていきたいと思います。黒崎優香さんがキャプテンとしてチームを支えました。まあ、卒業式の時はあまりなんか卒業っていうのはあまり時間なかったんですけど、やっぱり花道通ってきて、門の外にいると卒業したんだって思いました。サッカー以外の面でも普段の生活っていうのがサッカーに関係してくるっていうことは、まあ、やっぱ純粋に来たからこそ学べたことなんじゃないかなと思います。花道ではサッカー部の後輩から先輩へ歌のエールが行われました。私の夢は純真なコーチのヒロさんとアキさんみたいな指導者になることです。私の夢は日本体育大学を日本一にすることです。私の夢は楽しい人生を過ごす。私の夢は小さい子たちにサッカーを教えることです。